今日はトレーナーさんのカバンの中身大公開ということで、久保田富雄さんにお願いします。これ一般的なトレーナーバッグなんですけど、今使ってるのは、私が使ってるのはこっちのカバンで、これはネット通販で買ったんですけど、PC とか入れる、空港でも手荷物検査の時に中身が見えるというカバンでございます。すごい、たくさん入ってますね。はい、しかもこう防水機能なので、雨の日も雨の日も、安心。そうですね、ラグビー雨の日もやりますからね。はい、まずは、テーピングですね。お、各種いっぱいありますね、種類が。そうなんです。これどういったシーンで使い分けするんですか？ですね、まあ、関節の固定とかにメインでは使われるんですけど、ゲーム中は主に、出血を止めたりするのに、この黒いテープが、ガーゼを当ててこの黒いテープで出血を止めたりですね、はい、あとはまあそのラインアウトのジャンパーのテープが取れたりすると、こういうもので、はい、結構太めの方なんですね。そうですね、巻き直したり、はい、関節の固定にはこういったちょっと固めの伸縮テープをスパイクの上から使ったりとかもします。硬さが違うんですね、テープによって。はい、ただこう指を、はい、指の捻挫、突き指等を保護するテープあったりですね。はい、まずはテープ類がメインです。はい、次にこれには、なんだろうこれ、ガーゼ、はい、消毒をするアルコール面ですとか、あとは絆創膏が入ってます。まあ、切り傷、擦り傷とか、さっきの出血を止めるときにこのガーゼを使ったりとか、まあ、出血外傷用の応急処置のテープ類がここに入っております。すごい綺麗に収納されてますね。はい、はい、他にもですね、選手のコンタクトレンズ。あ、コンタクトまであるんですか？ポクって書いてます。ポクさんの徳田選手ですね。ちゃんとあの視力が違いますからね、選手によって。はい、他にもですね、はい、まあ、鼻血なんか出た時のティッシュですとか、あ、コンタクトの関係でコンタクトは洗浄液眼科みたいな、はい、あとはテーピングを切るハサミですね、うん、爪切り、うんうん、あ、コンタクトまだできてる、か、鏡ですねすごい、目にゴミが入った時の靴、はい、同じ靴、あとはですね、まあ、ボールペンなんかも、うんうん、なんかあった時すぐかける、はい、はい、ですね、あとはワセリン、うんうん、これはボールの滑り止めのグリップですね、手につける、こんな、あ、ラインアウトするとき、そうですね、ラインアウトとか、いいですか、ネバネバしますよ、本当だ、はい、あとで洗ってください、すごいこれも滑り止め、松ヤニのスプレー、うんうん、はい、これもラインアウトする、そうですね、これとこれは大体使い分けで、選手によって使い分けで、あとこれはあの塗るとあったかくなるクリームです。はい、あのメーカーちょっと隠してますけど、はい、それは何のためにあるんですか？はい、これはあのウォーミングアップの補助とか、うんうん、あとは寒い日に少しこう早くウォーミングアップ、血流を増やしたい時とかに使います。はい、どんなのもあるんですね。はい、他にはですね、はい、ここに入ってるのが私たちかなり大事なんですけども、出血を直接触らないようにつける、うん、両手につけるんですけども、手袋ですね、こんな感じで手術みたいになってますね、はい、つけて自分の身も守りますし、うん、相手にも何かこう感染症を移したりしないようにします、うんうん、それと、まあ、今まで一回も使ったことはないんですけども、万が一心肺蘇生等々必要になった時の、マスクですね、まあ、選手が万が一心肺停止したときに、今もう口と口でマウスとマウスはしないので、これを使って呼吸を踏み込んで、胸骨圧迫したりとかするための道具です。
あとは脳震盪で失神なんかした時に口の中に手を入れるのはかなり危ないので、これで口を開けます。で歯をこうグッと食いしばってる、まあ食いしばってるような選手に入れて開けて、中に詰まってるマウスピースとかを取り出したりとか、口の中確認する時のために使う開口器というものですね。まだまだある。はい、こんなものが入ってます、はい、脱水道予防するための蛍光補水液、虫除けです。グラウンドに虫が多いので。いりますね。はい。はい、ね、あとはこれ、出血汗拭きタオル用で、タオルを必ずぶら下げています。トレーナーさん、確かにいつもタオルをぶら下がってるこうイメージがありますね。たくさんありますね。うわ、すごい。はい。たくさんありますね。万全ですね。トミーさん、どうですか。トレーナーさんのやりがいはどんなところに感じてますか。いや、選手からやっぱりその、なんでしょう。やっぱりありがとうって言葉かけてもらった時が一番嬉しいですかね。はい。ね、ダイナメイト、そしてウリボワーズの皆さんもぜひぜひトレーナーの皆さんのこの動き方とかに、ね、注目したらさらに試合楽しくなるかと思います、はい、皆さんにぜひメッセージをお願いします、はい、ダイナメイト、ウリボワーズの皆さん、選手だけではなくて、まあ、こういうスポーツに関わる仕事はもちろんトレーナーもありますし、広報の皆さんのお仕事もありますので、特にウリボワーズの皆さんはスポーツに関わる仕事をいろいろ調べて、もしなりたいと思えばいろいろ学校とか行ってみてもいいんじゃないかなと思います。ダイナメイトの皆さん、ぜひ今年も応援よろしくお願いします。